もう少しで傑作が完成する。美術館に飾られるかな。待って、これジャスティンの？僕のより全然上手。目を細めればよく見えるかな。はあ、全然ダメだ。すぐ戻るね。削りカスをゴミ箱に入れてくる。僕も上手に描けたらいいのに。そうだ、思いついた。サランラップを使うんだ。絵の上に置いたら上から描く。線をなぞるよ。簡単。僕って天才。まさに芸術家って感じでしょ。真似じゃなくてインスピレーションだよ。サランラップを取ったら紙の上に乗せて綿棒でインクを移すんだ。じゃじゃーん、やった。ジャスティン見て。嘘、僕のにそっくり。すごいな、僕たち考え方が似てるね。これこそが才能。イエーイ、だから僕たち友達なんだ。うん、この宿題難しいな。待て、今のは何だ。全然わからない。理解ができないよ。ああ、数式がどんどん増える。近づかないで。ジャスティン、赤点だ。居残り決定。うっはっは。うわー、何の音？タンコブができた。部屋がぐるぐるしてる。いや、大丈夫そう。どうしたんだい？なんで物理って難しいの？全然わからない。テストに受からないよ。頭が。ちょっと待って。先に絆創膏をつける。うわ、汚い。もっと気をつけなきゃ。ふう、これでよし。パパ、ちゃんと集中して。落第したくない。勉強すればいいんじゃないか。頑張っても忘れちゃうんだ。待って、そうだ、ジャスティン、その調子。その絆創膏ちょうだい。もらい。これが解決してくれる。赤点バイバイ。プラスチック部分を剥がしたら紙に数式を書いておくんだ。絆創膏の真ん中につければいつでも答えが確認できる。これで安心。はあ、顔中が痛い。うわ、どうしたんだい。まだ傷が深いから今度話すよ。でもテストは受けるよな。もちろん、勉強したからね。よし、幸運を祈る。絆創膏を剥がせば答えが目の前にある。賢いと思わない？はあ、美術の授業じゃないみたい。なんで勉強しなかったんだろう。絶対に落ちる。待って、先生見てない。今がチャンス。ゆっくり静かに動こう。スマホがあってよかった。これが必要。そうすれば解けるはず。そうして、次は後ろで何をしているんだ。それはスマホか。もう大丈夫。そうかい。いつからいたの。ずっと。スマホを渡しなさい、アレックス。ダメだろう。テストを終わらせなさい。信じらんない。別にいいもん。スマホは取られちゃったけど、お菓子はまだあるから。このポテチは特別なんだ。答えが入ってるからね。後でポテチも食べられるから最高。嘘だろ。誰かに見られている気がする。気のせいかな。ポテチ、わしに？なんてね。またか。こうなったらしょうがない。赤点だ。はあ、気持ちいい。部屋を出なさい。意地悪。泣くんだったら他でやれ。パパ、どうしたんだい。頑張ったのにテスト落ちちゃったんだ。落ち着いて。うん、そうだ、いいこと考えた。まずは虫眼鏡の取っ手を外す。次にカードのチューブを使うよ。レンズの上に乗せたら糊で固定する。グルーガンで一周したら赤いテープを使うよ。レンズの周りにつけてね。綺麗に見せたいから。アレックス、はい、これ使ってみて。何？目に当ててごらん。すぐ戻る。いい？これを見てみて。ああ、なるほど。答えが見える。すごいな。テストの時間だ。
今回のテストは難しいぞ。自信はある。本当かい？スタート。また赤点かな。絶対に受かるもんね。パパ、どこ？あれは木か。この変装うまくいきそう。アレックス、ここだよ。完璧、さすがパパ。ありがとう。うん、なんか言ったか？何してるんだ？何かがおかしい。調査しないと。今のところ問題なし。それはなんだ？何も。何の話しているのかわかんない。ほら見て。おう、あそこに怪しい建築者がいる。ああ、自然に。うん、問題なさそうだな。アレックス、悪かった。危機一髪。わお、先生よく話すな。全然理解できない。これは絶対に覚えておきなさい。テストに出てくるよ。ベラベラベラとしか聞こえない。あ、そうだ、お菓子を食べよう。ずっと聞いていたからお腹空いた。うん、甘い甘いお菓子。なんだ今のは？お菓子の包み紙。いただきます。何してるんだ？ダメだろ。ルールはルール。お菓子は禁止、没収だ。他のもね。しょうがない、本物かどうか確認しないと。うん、 100% 砂糖だ。続き。お菓子は禁止だったらソーダを飲む。うん、僕のお気に入り。今度こそ気をつけよう。隠さなきゃ。全然気づいてない。あれ、どこに行った？じゃなくて、先生。それは私のかな。一体どこから来たんだろう。アレックス、これが最後の忠告だ。後ろ向いた。早くしないと。させない。私に勝てると思ったら大間違い。これは捨てておく。あと少しで食べられたのに。目を離さないからな。うるさいな。諦めるしかないか。待って、このノリ、いいこと思いついた。これ使える。まずはノリを取り除いてチューブの中身をきれいにする。好きなお菓子を用意したら全部一つにしてキャンディーのボールを作るよ。チューブを押し入れて余分な部分を取り除くんだ。こうやって注意しながらね。後で使うよ。キャンディースティックの出来上がり。チューブをひねるとお菓子が出てくる。計画通りだな。そして誰からも疑われない。うん、おいしい。なんだ、いい匂いがする。またか。それはお菓子？え、違うよ、まさか。うん、何かがおかしい。近くで見てみよう。どうぞ。本当に何もないから。普通に海苔を使ってるだけだよ。本当かい？そうみたいだな。お菓子はなさそうだし、気のせいかも。でしょ、乗りつけたいから向こうに行って。うん、おいしい。この授業そんなに悪くないかも。おい、ついに来た試験日。準備してよかった。カンニングシート。ちゃんと計画すればスマホもこっそり持ち込めちゃう。ちょっと工夫すれば簡単よ。さらに上に行きたいときはこんな方法も。何の音？スマホ禁止だぞ。スクワットしててよかったわ。足の筋肉が役に立ってる。あ、やばい。あ、先生こんにちは。トイレを探していたの。大失敗だったわ。そうだ、すぐ戻る。怒らないでね。うん、お菓子だけよ。やった。なんて、実は中身はスマホよ。
自撮りタイム。いい感じ。スマホどうやって持ち込もうかな。そうだ、両面テープを使うな。行くわよ。よく見て。それ、うん、もう一度。動かないでね。私じゃないわ。アレルギンが。こいつ何なの。今度こそ。やったー。あ、なんだ。やっほー。僕彼女ができちゃったみたい。先生、今日も素敵だね。ありがとう。頑張ってね。こんにちは。何？隠し物はあるかしら。ふむふむ。あら、何も検知しないわね。大丈夫よ、本当だって。そうみたいね。やった大成功。どうも。テスト緊張する。本当？余裕でしょう。何から始めればいいのよ。見てない、今がチャンスよ。計算機よろしくね。カンニングしてるのかしら。マジソン見えるわよ。ごめんなさい。どうやったら解けるのよ。こんな感じかな。違う、絶対に違う。経路はどうかな。嘘、もう終わったの。紙に書いてあるのは落書き。ケイト、それ何よ。教えてあげる。見てて。式はこれね。まずはこうやって囲むの。これで蝶々に大変身。次に端っこをかけて直角の近くに書くの。両方ともね。下の数字もかけたら触覚の数字も引いて、上はこれ、そして下はこれ。はい、どうぞ。簡単、しかもかわいい。終わり、やったーって一緒しましょう。浮き足、差し足。ふう、後ろに人はいない。ああ、エヴァって可愛くて優しい。これは隠して、勇気を出すぞ。プレゼントのマフィン、気に入ってくれるかな。うわ、エヴァが来た。すぐそこに。すぐに逃げろ。影に隠れるんだ。よし、ロッカーのそば。スマホは見てる。で、うわ、なんで？ジェイクだ。いや、エヴァ、これを君に。私に？とっても美味しそう。このイチゴのもらうわ。おいしい。一つ食べる？くそ、なんでだ。先を越された。よし、今度こそ。このチューリップならどうだ。ねえ、エヴァ。え、何？何か私に用？いや、その、なんでもないんだ。じゃあいいけど。このバラいい匂い。あ、エヴァがノート持ってない。チャンスだ。はい、どうぞ使って。僕のにしなよ。紫好きでしょ。もうまたチェイクに取られる。ほら、3冊とも使っていいよ。あれ、そのノート楽しいのついてる。あ、なんでだ。スパンコールとビーズをいろんな色で用意。チップスの缶から蓋を取って、端の全部に糊をつける。それをノートの表紙に押さえて、これでよし、楽しいキラキラノートの出来上がり。これ手作りなの。それからチューリップも君に。
手伝って。頼むわよ。任せて兄。ちょっと待ちなさい。何もないわ。クリス、何してるの？ダメだ、当てにならない。入って、これを使うぜ。テープ、オッケー。スマホ、オッケー。よし、行け。足元に注意しながら、そこ曲がれ。到着。成功じゃない。ん？何をしてるの？ポロポロ。まあいいか。こんにちは。待って、何か隠してない？それね、スマホ禁止。もう、どうも。髪の毛も溶かしなさい。最悪。でも、そうだ、すぐ戻る。スマホ隠したいですか？粘土を使いましょう。ブラシの横につけたら伸ばして覆います。スマホの端が隠れるくらいに。ほら、ブラシに大変身。これ使える。私って天才かも。どう？私もいい？あら、素敵な鏡ね。すごい。はい、どうぞ。入っていいわ。やった。プリントがごちゃ混ぜ。困ったな。うわぁ。おぎゃあ、痛い、痛たたたた。もっとぐちゃぐちゃだ。もう怒った。なんとかしてやるわ。来なさい、ホッチキス。あれ、なんで針がないの？じゃあダメじゃん。待って、そうだわ、いいこと考えた。全部のプリントを整頓してカッターナイフを使うの。ここ2箇所に切り込みを入れて、切り込みから折り曲げて角を差し込む。ほら、ホッチキスなしで止められたわ。ほら、これで全部の整理整頓が完了。もう外れないしね。じゃ、授業行こうっと。よし、スマホを持った。と、待てよ。うわ、あそこで没収してる。出さないと入れてもらえないのか。そしたら隠せばいい。ポケットに、そこら中に。よし、オッケー、隠し持ったぞ。そうだ、怪しまれないように一つは渡そう。はい先生、スマホです。どうぞ。ふう、入れた。怪しまれなかったぞ。それじゃ皆さん、今日はテスト、時間までやりなさい。よし、スマホを取り出すぞ。って充電忘れてた。帽子のやつは充電あるかな。あ、うん、何の音？気のせいかしらね。ふう、危なかった。よし、こっそりスマホを拾って。うわ、落として画面割れてる。よし、別のスマホ、フードのやつ。やった、これでテストも余裕だ。何か怪しい？あれはスマホをこそこそ隠してるわね。懲らしめてやりましょう。あれ、電気が消えた。あ、ねえ、画面が光ってるよ。マジか、そんな、しまった。はい、スマホ持ってるわね。賢いと思った？さて、これでもう全部ね。こんなに隠し持ってたなんて。あー、どうすればいいんだ。って、あれ、何してるんだ？なんでそこにスマホが。うわー、いいなー。
君、やるじゃないか。え、これ簡単。テープを使うの。テープか、天才だ。あー、テスト終わった。ほら、こっちおいで。よし、始める準備はいい？歯磨きを炭酸にぶちゅーよ。何が起こるかしら。うわー、信じらんない。角度が大事ね。待った、何これ、なんでネイルが割れてんの。こりゃひどい。うへー。よし、落ち着け。私、こんな時のために爪やすり。あれ、なんだろう。規則です、化粧道具は禁止です。うわー、あんな怒られ方無理。今は我慢しよう。いや、そうだ、いいこと思いついた。ね、絶対うまくいく。爪やすりの上に定規を置いて、やすりにセンチの目盛りを書いて、最後までずっとね。よし、書けた。あとは数字じゃないと定規に見えないもんね。丁寧に書かないと。やった、うまくいったわ。これで爪のお手入れ。しかもこれ定規になるのよ。爪も宿題もきれいさっぱり。さて、この解き方は。つまらない。テストに出るかもしれないから書いとかなきゃ。ここまでは大丈夫かしら。次は。ダメ、複雑すぎる。なんで余計に難しくするわけ。嘘でしょ。ケイト、何が面白いの。もっと簡単な方法があるんですよ。見ててください。 80% の8を取って90の9をかけるんです。答えは72。ほらね。そんなこと。わお、簡単だわ。これは必要ない。ケイトの教えてくれた方法を覚えておこう。うん、安心した。この授業最悪、超退屈。早く帰りたい。それじゃあ、この問題わかる人。私。いいな、当たるなんて。頑張って。いや、これ暗算でできないんだけど。ね、ちょっと助けてよ。はあ、しょうがない。狙いを定めて投げないとね。筆入れに投げて。あら、何かしら。一体誰の仕業なの。まあ、拾わないと。よし、ヒット、今行くわよ。よし、入れ替われ。先生まだ拾ってる。よし、見た目を変えないとね。あと髪飾りも。これでよし。あとは態度をでかくして。ふう、最後の一本。ほら、さっさと解きなさい。はい、わかりました。10の位が2なので、横の線を2本。1の位は1だから1本。次は縦に3本の線。それから1の位が2だから2本の線。最後は曲線を書くの。こうしたら次は点。交差してる場所の点の数を数えるよ。ここは6つ。真ん中は7つ。最後は2つ。あとはそれを並べるだけ。答えは672。できた。簡単でしょ。どれどれ、あなたこれ解いたの。素晴らしい、ブラボー。それじゃあ、この式は競争で解いてもらうわ。か
勝つのは私よ。どうかな。スリー、ゴー。なーに、ガリガリ溶いちゃって。あれ、競争は？まあいいや、それなら勝つのは私。え、この子爪のお手入れしてる。バカじゃないの？そろそろ真面目に。コーヒー？どっから持ってきたんだ？しかもチョコレート。お昼はさっき食べたけど。ま、私はこのままサラサラっと。できました。は？なんで？どういうこと？まだ式解けてないのに。努力が勝つとは限らない。賢くないと。最初の数を上に書いて、次の数を縦に書く。 3×7 は21。それを三角の中に書き入れる。お次は 7×1。 これは簡単、7。これを真ん中に。最後は 4×7。 28が答えだから最後の箱に。最初の桁は2。次は三角を足す。答えは1。お次の箱、7たす2は9。ここに書いて最後は8。答えは2198。楽勝。わ、テスト A だった。やった、嬉しい、超嬉しい。あー、すごいね。僕の成績やばい。大丈夫、なんとかしてあげるから。ほら、ここにちょっとノリをつけて。悪い成績飛んでいけ。ほら、成績が剥がれた。悪い成績さようなら。じゃ、いい点数をあげるよ。A だって？うわ、ありがとう、君最高だ。あ、いや、勉強に戻ろう。そうね、その通り。仕事の時間だ。あっちもユニコーンケースだ。どっちがいいかしらね。僕だろ、いろいろパレットだってあるぞ。どうだ、羨ましいか。こっちだってカラフルよ。いつでもメイク直しができる。ウルヴァリンみたいなクレヨンもある。それが何か。新品の口紅だから。なんだ、シャーペン2本それで勝ったと思わないで。あと筆もたくさん。ふーん、じゃあこれはどう。そうよ、メイクブラシがこんだけ。くそ、それならそっちの勝ちだ。待てよ、まだ終わらないぞ。考えが浮かんだ。まずはフェルトを1枚、そこに定規とチョークで点線を引いていく。それを2列にしたらもう2列、その点線通りに切り込んだら鉛筆とブラシの出番。これを穴に通すんだ。それをぐるぐる巻きにする。よし、巻き切った。ここにのり、ループ付きのリボンをそこに貼ったら完成。完璧だ。じゃあこれ見たらどうかな。何よそれ、なんで。一体何をしてるの。まあ張り合ってるの。じゃあ勝者を発表。こっち。やったぞ、夢にまで見た勝利。そんなのあり。さて答えは何でしょう。ゲート解けるかしら。もちろんでしょう。これは3で、これは4、最後にこれは9。そうね、座っていいわよ。一体何が起こったの。
学校は大変。学ぶことは多いし、変なルールがたくさんあります。でも大丈夫、私たちにお任せください。これらのライフハックがあれば一日をより快適に過ごせます。皆さんのおすすめはどれですか？下のコメント欄で教えてください。最後に動画のお友達への共有とチャンネル登録をよろしくお願いします。